ツナとしめじの和風にんにくパスタを作ります。にんにく1かけ、玉ねぎ50グラムを入れ、20回ほどブンブン引っ張ります。サラダ油適量引いたフライパンに、ブンブンした具材を入れ、しんなりするまで炒めます。しめじ70グラム、ツナ缶1缶を加え、しめじに火を通します。 茹でたスパゲティ、3倍濃縮の麺つゆ大さじ2、水 50cc、塩コショウ適量を入れ、麺と具を絡ませます。器に盛り、刻みネギを散らして完成です。